皆さんこんにちは。長らくお休みをいただいておりました、土田先生の講座ですけれども、本日より再開とさせていただきます。今後の予定ですけれども、ちょっと事情もありまして、1月28日の次回15時から、それから11月28日の15時から、それから1月23日同じ時間、3月26日、同じ時間というふうな形で、こちらと同じ時間で進めてまいりたいと思います。今日はその民間規制委員発足予定の民間規制委員東京の、内容について少しずつ触れていきたいなと思っています。それでは先生、よろしくお願いいたします。のマイクの録音したい方はこのマイク机でお願いします。マイク使いませんので、それでまずお詫びしなきゃいけないのは、私病気になってしまいまして、4ヶ月近く欠席をすることになったわけですけども、病名は脊柱管狭窄症という病気です。でこの病気は何ですか、症状はいっぱいありまして、どの症状が出るかはその人個人個人ってみんな違うのですけども、作業が長続きしない、で、ある時間経ったら休憩しないと進められないという病気なんですね。で、一番頻繁に現れる共通のものは歩けなくなる、ある程度歩いたら、そこでしゃがんでしばらく休んでるとまた歩けるようになる、こういうことで、そういう病気なんですけども、神経コンブロックというのをしまして、痛みは止めたんです。であとはそれぞれの症状は皆さん違うんで、私の場合視圧と、それから深いおじぎ、それでなんとかうまくいってます。だからここへも出てこれるようになって、やっと今日の会を再開させていただいたというの状況が今の状態です。で、中身の話に今日入るんですけども、ここにも書きましたけども、原子力民間規制委員会東京というのを今日立ち上げることにしました。で、第1回例会を今下で、そしてこの会をしているのですが、皆さんにもこの民間規制東京に参加していただきたいというお願いがあります。で、その参加していただくのにどういう子たちにするかと言いますと、まず会員と参助会員と2つにすることにしました。で、会員というのは年額5,000円、それから参助会員の方は半額という形に皆さんにお願いをすることにしました。年額です。1です。年額の1万円、はい、それから参助会員は年額半分の5000円という形でお願いしたいという形で始めたいと思うんですけども、今民間規制委の鹿児島というのがあります。仙台原発に対して規制勧告をするというのをしております。で、そのですけども、その伊方と今話題になっているのは伊方と高浜ですけれども、この2つについては私の病気のせいで準備するのが遅れてまして、鹿児島のように準備ができていないのです。で、そこで今回の伊方と高浜の原発の鹿児島の皆様へという呼びかけ文を作りまして、これで伊方でも高浜でも進めていただきたいということにするのですけれども、その何せ
の突然そんな話をされてもということになりまして、あのその両方現地の人方が戸惑っていらっしゃいます。でまあそういうこともありますので、あの何もその鹿児島とように民間規制鹿児島、あの例えば仙台原発民間規制委員会鹿児島ということになるんですけども、それと同じように独自で動くという形でのすることはとてもの再稼働の問題が間もなくということもあって、あの無理なので、その場合にはあの東京と一緒にすると、このそれぞれ反原発団体がありますから、そこの反原発団体の一つの作業としてあのその一緒にやっていただくのやければと思いまして、あのここの呼びかけ文を作りました。で、まあ、あの読んでいただければ中身は分かると思いますけど、もそのこの民間規制というのは原子力規制委員会というのは日本の制度であるわけですけども、ここの委員会の規制のやり方というのは、あの事故なんかなかったかのようなあの内容なんですね。で つまりあのそこにはこれまでの事故の再発防止という視点がないわけです。で再発防止という視点がないものですから、あのこれで安全なのかと言われても安全であるとは答えられないわけですね。でそこで規制委員長は何て言ったかと言いますと、安全とは言わないなんてことを言ったわけです。でさらに追及されると、あの安全でないとも言ってないなどというふざけた答えをするわけで、つまりそれは再発防止の視点がまるでないからです。でその科学技術というのは危険な技術です。で危険な技術なのですけれども、科学技術のやり方というのは再発防止、そこに特化しているわけですね。科学技術は例えばボイラーマン の殺害した昔のボイラーっていうのは爆発してしょうがなかったわけです。でもう次々爆発して次々あの死んだり怪我したりしたわけですね、ボイラーが爆発して。でそれをなんとかあの ボイラーを改善することで、今では150気圧程度 の、まあ、200気圧は書きましたけども程度では爆発しないあのボイラーになった。でその爆発しないボイラーになったので原子力発電に使われるようになったわけですね。だからいいとは言えないのです、決して。だけどもボイラーの爆発事故というのはあのそういう意味ではあのなくなりました。それからもう一つこれは鹿児島民間規制鹿児島投げてる例ですけども、フロントが自動車のフロントガラスです。これは昔はもう割れたらとんがったガラスがいっぱいできて、それで殺されるわけですよね、運転手が。でそれをガラスの方の血管をそのとんがったあのガラスになるというのを解決しまして、あの細かいあのひび割れにするという技術ができたもんですから、このそのとんがったガラスの危険はなくなったわけです。つまりあの科学技術というのは再発防止というのを前面に掲げてこれまでしてきたわけです。で原子力についてもそうでなければ科学技術とは言えないわけです。原子力は科学技術の粋だなんて言ってますけども、再発防止という考え方が原子力の技術の中には全くないですね。あのスリーマイル島の事故があり福島の事故がありましたけど、そのスリーマイル島事故、福島の事故、そしてまた美浜の事故、そういうものを再発させないという防止する、再発を防止するという規制は全くないわけです。でそこのところにこの民間規制委員会はの主張を入れた。要するに再発防止ということに対応を目的にして、あの民間規制の勧告、あの規制の規制勧告というのを作り、そしてそれをあの実行させるというわけです。でその質問の仕方はこういうことになりますね。あの佐井さんがのこの規制勧告の
最後のところの 6ページを見ていただければと思いますけれども、いろいろその再発防止というので再発防止を防ぐ方法はあるということを指摘しているわけです。加圧制御型原発の場合、その場合にはその再発をのこの規制勧告を実施しなければならないというのを出しました。で そしてそういうことをした上でもしもそれが実行できるのならば実施しなさいという勧告ですね。でそこでもし実行できない、お金がかかって実行できないというならそれはそんな欠陥原発を運転してもらうくらいじゃ困りますというので、その欠陥原発の使用禁止、それから販売禁止を勧告するということをしようというのがこのその民間規制当局 の方針です。で競争いうことについて今日までの間議論をしてきまして、今日一応発足することにしました。これから規約をしっかり決めて皆さんにも参加していただいて、この規制の民間規制委員会の活動をしていこうと思います。このことになります。でそこでですね、中身の話にこれから入らせていただきたいと思うんですけども、第一で加圧水型原発の電気事業各社及び製造各社に対する規制勧告というのを17項目作成しました。で17項目の内容というのは先ほども言いましたように再発防止ということになるのですけれども、そのためには過去に起こった事故、その過去に起こった事故をその設計対象にする、要するにその設計基準事故といいますが、DBA デザインベーシスアクシデント、でこの設計基準事故としてそれに対する対策をする、でそれをつまりその目的というのは再発防止だということをはっきり第一に書き込んだわけです。そしてこのどういうことをまずするかというと、その第一番目、冷却剤が抜けていく事故、喪失する事故、そこでの炉心損傷の防止、これがまあ一番基本ということになるわけですね。三浜の事故にし、千葉山とスリーマイルの事故にしても、それから福島の事故にしても、それが失敗した事故だ。で三浜の事故の場合には失敗寸前まで行ってなんとか助かったというわけですが、そのことについて規制委員会はどういうことをしようとしているのかというのが第一項目になります。事故の際に新規制基準に従って高圧原子炉の逃し弁を開放して減圧することを禁止する、それから冷却水の供出の供給には消防ポンプでなくて ECCS を使用を徹底する、これは原子力規制委員会ですか、それに対する真っ向からの衝突です。でその原子力規制委員会はどういうことをしようとしているのかというのは新規制基準ということになるわけです。で新規制基準を7ページのところにそれの代表例ですね、新規制基準16ページに書いてあるのですが、炉心損傷防止対策と銘打ってどうするかというと、弁を開放して減圧する、逃し弁ですが、逃し弁を開放して減圧する、そして消防ポンプ
下半式注水設備っていうのは消防ポンプですけども、それで水を入れる、これが規制委員会 の出してるこの炉心損傷防止対策なわけです。これはひどいものです。何がひどいかというと、減圧するわけですね。原子炉を減圧したらどんなことになるのかということについて規制委員会はまるで理解できてない。減圧したら解放して減圧するってわけですから、この解放の解が面白いですよね。弁を解放してって言います。これは奴隷解放ですけどだからまあその程度の誤植まで含めて彼らはしっかりしてないということになるのですが、弁を解放して減圧したら高圧、なぜ原子炉が高圧にするのかというと、高圧にするのは2つ意味があるんですね。高圧にすることによって温度を上げることができる。温度を上げることができると効率が上がる。それが一つです。でもう一つは、高圧にすることで原子炉に水を確保するのということなんですね。それを理解していない。そもそも原子炉って一体どんなものなのかということを規制委員会は分かっちゃいない。そういう連中が日本の規制委員会をやっているわけですね。これはみっともない限りです。減圧しますと蒸発します。で空だきになります。でそんなことしてくれちゃ困るんだということです。それからもう一つ、下半式注水設備による炉心への注水ですが、これは消防ポンプなんですね。高性能の消防ポンプを使うと言いますけれども、このポンプを使っていきなり水が原子炉のその再循環ポンプに供給されるようになっているわけです。でだからいきなり入るのかというと、そうじゃないんですね。原子炉の消防ポンプでつなぎ目でつないだとしても、その原子炉の中で格納容器の中の配管っていうのは細いパイプです。細いパイプのにいくら高圧の水を入れるったって、消防ポンプ程度の圧力の水を入れたらってちょこちょこしか入らない。現実に福島の場合にはほとんど入らなかったわけですね、消防ポンプで入れて。そういうことについても考察なく、炉心損傷防止対策だそうで、そんなことはダメだと。消防ポンプでなくて ECCS を使用を徹底する。ECCS というのはこの DBA 炉心損傷に対して、それをその水を入れる場合に、緊急炉心冷却系の ECCS ですけども、それを使って水を入れることで解決できるとしたわけですね。でそれをすっかり忘れちゃって、こんなことを言うわけです。でもしも消防ポンプで水が入れることができるとするなら、もともと ECCS なんか必要なかったんですよ。でというその基本的なことすら彼らにはできていないというわけで、この減圧、解放による減圧を禁止する。でその少量だって無意味である。でそもそもこの原子力開発というのは冷却剤喪失事故を DBA として ECCS で炉心を冷却すると約束した。でこの ECCS が使えない場合がある。で消防ポンプを使うなどというのでは、これはもう原子炉の安全なんということについて全然考慮されていない。もともとそういう基本的なところすら総崩れということになってしまいますというのを第一項目として掲げました。でこれを出したわけですから、この原子力規制委員会鹿児島、そして民間規制委員会鹿児島、それから民間規制委員会東京っていうのは、原子力規制と真っ向から対立する機関ということになります。運動ということになります。これは世界一厳しい何ですかの規制だとかって言ってますけど、こんなところが抜けてて何が世界一厳しいんですかということですね。これが第一項目
だから全然17項目の説明これをしてるわけですけれども、2番目ですが、美浜原発事故のでの蒸気発生の蒸気発生機再管が破断して、でその時にその環境へ放射能が漏れたわけです。蒸気が噴出したわけですね。でそういうことのないようにするために、これはなぜそういうことになったのかということについて手順書に書いてあるわけです。ECSS を切りなさいと書いてあるんですね。これはこういう事故の場合に切ったらどういうことになるのかという種類の判断がなくて、ともかく ECSS は高圧をで原子炉の中に入れて肺がんが破断していれば放射能を漏れることになるから、 ECSS を早く切りなさいというのが手順書に書いてあるわけですけども、こういうのは危険だと。だからECSS は切ってはならない、事故の時にですね。これはスリーマル島原発事故の時にアメリカ の規制委員会が規制局ですか、NRC ですが、の規制局が ECSS を切ってはならないと命じたわけですね。なのにここの、手順書に切れと書いてあるんです。こういうのはダメですと、ECSS を無視する新規制基準は危険だというのが2番目です。で3番目は、これも福島の第二原発と3号機であったわけですけども、 ECSS を切るなというのは分かったということになっても、装置の方が切っちゃったんです。隔離時冷却系という冷却系ですけども、それが働いたのをその装置の方が切ってしまいました。で装置の方が切ってしまった理由は、原子炉の炉心を保護するために急激に温度が下がったり、急激に水が水位を下げたりすることないように原子炉の自動的に解除するというのが働いたわけですね。でそこでその運転員は2号機の運転員は一生懸命ECSS を入れました。で機械の方が切っちゃったというところで、これを切ったら大変なことになると言って2号機の運転員たちは一生懸命入れました。ところが3号機の方ですけども、3号機の方は機械が切ったそのまま放置しちゃったんです。その結果3号機がまず2号機よりも先に事故が進展することになるわけですが、2号機の方はそれでうまくいったのですけれども、消防機の ECSS 隔離冷却用の水源ですけども、水源をが枯渇することになしそうになって、その水源の枯渇を避けるために格納容器の中の水を使ったわけです。でところが格納容器の中の水は3日間もこの隔離時冷却器を使ったものですから沸騰しちゃったんですね。原子炉の熱をみんな格納容器入れるわけですから、その格納容器が沸騰してそれが組み上げることができなくなって失敗しました。でですが3日間は一生懸命やってECSS を働かした。でそこで事故の時には ECSS を切るなどという余計なことをしてくれちゃ困るというのもちゃんとしなさいというのが3番目です。でこのそれで 1,2,3 で冷却剤喪失事故での炉心損傷の防止、つまりECSS を切らない、それから機械の方で勝手に切った場合はそういうことをさせないようにするというのを入れたわけです。でその次 B 項というのは、加圧水型原発に沸騰水型 の, あの
冷却器を追加するの原子炉の事故ですが、加圧水型の事故も事故になったら沸騰水型になるんです。その感覚が原子力規制委員会および加圧水型原発を持っているの企業にはわからないようですね。鹿児島ので、九州電力と交渉しました。鹿児島の規制委員会、その時に九州電力の担当者は何と言ったかというと、ECCS が使えない場合があると言いました。それがそもそもおかしいのですね。つまり加圧水型原発の ECCS、 それはここにも書きましたけども、沸騰水型 の段階を、加圧水型 の ECCS というのは加圧機がで原子炉を管理するということを前提にしているわけです。したがって加圧機で原子炉を管理するというのはできてするということが前提ですから、原子炉で加圧の ECCS は高圧注入系というのと、それから低圧の注入系の2つしかないわけです。でその途中の圧力、例えば100気圧の高圧注入系は100気圧で使える、それから沸騰水の低圧注入系は20気圧以下で使える、でその途中の部分に来た時にはお手上げになってしまうわけです。その時に その途中で働くものが必要で、でそうするとその途中はどういうことが起こってるかっていうと沸騰してるわけです。でだから沸騰水型になってるんですね。加圧水型が事故を起こしますと、加圧水型としての加圧器で制御できるんじゃなくて沸騰水型の状態になっているわけです。でそれを冷却するのですから沸騰水型の ECCS が有効なわけです。でその沸騰水型の ECCS を使えというので沸騰水型のその何の ECCS の一つ、それは非常用腹水器ってやつです。非常用 IC と呼んでますけども。アイソレーションコンデンサー、孤立してもの冷却することができる、この、IC を使いなさい、加圧水型原発に沸騰水型の ECCS を使いなさい、でそれは一つは非常用腹水器を使いなさいというのが4番です。それから5番というのはもう一つ冷却する上質の原子炉を冷却する ECCS があります。それが先ほど言いました隔離時冷却系という RCIC と言ってますけれども、そういう隔離時冷却系、それを導入しなさいというのが5番ですから、原子炉が事故もし余震が炉心損傷の可能性のある原子炉の冷却に失敗した時にはこの2つの ECCS が有効ですというのが4番と5番、それからその次がC、 電源設備を微冷却設備における欠陥の改良というのが6番、これは外部電源に頼るのは非常に不安定である。で福島の事故の場合に外部電源で頼ったところはどこかといいますと、
東北電力だったわけです。東北電力から電流の電気を送ってもらう。要するに福島の事故で何がの出発かといいますと、地震で鉄塔が倒れたということにあるわけですね。それでそこで断線しちゃった。そしたらさてどこから電気を取るかっていうと、その電気が取れなかった。で東北電力も電気を送ってくれなかったというので始まったわけですが、非常にその外部電源に頼るというのがそもそもの暗殺で、自家用発電機を入れなさい、商業用 の発電機を、2つ入れなさい。でだから常時の原子力発電で電気を送ってるだけじゃなくて、もう一つ自分のところにの商業用の発電機を持ってると持ちなさいと。でそうすれば外部電源に頼るということを緩和することができる。でそして小型の発電機2機を設置する。でうち1機は事故に備えて常時運転している。常時運転していて事故になったら その運転できてるんですから、送電を先を振り返ればいいだけです。でそうして安定した電源を持ち出す。そもそも の福島の事故をしないようにすると同じような事故を加圧水型でしないようにしようと思えばそういう方法しかない。3系統あるから十分だなんて言ってますけども、仙台の場合。しかし3系統あったところで共通の原因でダメだったらうまくいかないわけですよね。それでここでちょっと他の話をするとすれば、東京電力もこういう心配があることを役員会で議論してそうですね。その役員会で議論して第二原発から入れようという話もあったのだけれども、お金がかかるって言ってやめちゃった。これ勝又の社長の頃の話です。でそういう意味で外部電力をかかると言ってもそういうやり方ではなくて、そういうやり方も含めてその前に必要なのは内部電源で確保するということだろうと。でその上で7番目、外部電力の確保も厳重に行う。で市場用電源固定式も用意する。ここで鹿児島では書かなかったことでもう少し詳しく書いた方がいいというので、移動式可搬式と書いてあるんです。この先ほど のページ7にある消防車がそうですね。可搬式注水設備による炉心への注水と書いてありますが、こんなものダメだと。これを全て固定式に直して給水管と電線で運ぶ。つまり5つの道路が使い物にならないかわからないので、車で持っていくなんていうのはとんでもない間違いですね。それはもう柏崎の事故ではっきりしてたわけなのに、福島でもそのことが出たわけです。消防車がなかなか届かなかった。だからそういうことも、これは固定式です。やらなければダメだと。7番目です。で8番目ですけども、冷却設備を拡充する。で、大型タンクを設置して、自然流で ECCS の水源にし、また格納容器を直接冷却する。淡水で十分なわけです。それは、この原子炉の発熱量ですけども、発熱量はここにも書きましたが、事故になって、事故が始まって1時間後には、発熱出力は 1% 程度になっているわけです。大電流が必要だわけではないんですね、冷却電流。冷却に必要なのは 1% 程度だと。で 1% 程度ですから、冷却をするのを海水でなんか冷却する必要はない。で普通の淡水で冷却すればいいということをここにで、たくさんあるわけで、高所にの事故時に淡水貯蔵タンクを用意すればいいだけのことです。で
福島の場合ですけれども、まあ開始の話は後でまたもっぺん出てきますので、その時にすることにしましょうか。それでその次の電源、要するに電源と非常の冷却設備、電源設備と冷却設備をの安心のできる内容に作り変えなさいというのが6、7、8ということになります。それから大事な点での D ですけども、水位、圧力、温度の測定に失敗したと、福島の場合で。それはなぜ失敗したのかというと、計測用の電源がしっかりしてなかったからなんですね。まずその圧力と温度ですけども、圧力温度を測るのに電源が来てないもんですから、運転員は自動車の蓄電池を運び込んできて、そしてそれを計器に差し込んで、そのメーターを読んで圧力を測定し、でそれを10分おきにやったそうです。で激しい時は5分おきだったそうですけども、5分ないし10分おきに測って、で計測をした。でだから大変な労働を運転員が強いられたわけですけども、解雇録にはこんなこと書いてありましたけど、する作業は何もなかった、ただ計測しただけだと。だからその計測しただけしか作業をすることはなかったんだそうですけども、それにしても一生懸命計測しなきゃならない、その電池を差し込んで計測しなきゃならないなんていうことがなされたということはダメだと。だから計測専用の電源を確保する。で水位、圧力の方は計測が始まったのは7時間後とか15時間後とか、それから1日おいての2日後とか、そんな計測の仕方です。で温度の計測の場合は8日間測定できなかったんですよね。だから原子炉の中がどんなことになってるかの計測がもうできないまま、原子炉格納容器の温度ができないまま8日間経っちゃってた。でこの部分しっかりしなきゃダメだと。計測専用の電源しっかり必要だ。でそこでそれが9番ですが、10番、これはせっかく測った圧力計と水位計ですけども、これがデタラメな数値だったんです。でデタラメな数値だったの理由はここには書きませんでしたが、それは圧力の基準面、水位の基準面というのを原子炉の中に作りました。それとの差で実際の圧力だとか実際の水位を測るようになっているわけです。で基準面を作る水槽、これが非常に重要な働きをするわけですけども、これは普通のどこの水圧計でも圧力計でも、それから温の水系でもその方式を取っているわけです。でゴミ焼き場でも同じ方式だそうですが、しかしながらこれは狂ってくる、狂った値を出すことがある。それは原子炉が空だけになってしまう。そうするとその基準面を基準水面を作るところの上の装置が空だけだと蒸発してしまうわけです。で蒸発してしまうと基準面が下がりますので、これとの比較で圧力を測定するわけですが、そうすると圧力は低く出る、で水位は高く出るわけです。圧力が低く出るということは安心だということですね。それから水位が高く出るのも安心だということになりまして、役に立たなくなっちゃった。でそれを改良しなければならない。どうやって改良するつもりかというのを向こうに質問をするわけです。でしたわけです。で流水中の水位計のご表示も書いてます。でこれは水位計と圧力計をについての考え方を変えなければいけません。でしかしこのことによって新しい事実も発見できたわけです。
なぜそれはどういうことかと言いますと、水系が2つあったとします。2つの水系で同じ水位を測定してた。そうすると同じ値になるはずなんですね。ところが水系の場所が違うもんですから、それからその水系の圧力系の場所が違うものですから、上圧の程度が違うわけです。すると水系も圧力系も2つ値が出てくるんです。同じ数値になるはずだったところがその同じ数値にならない。でその場合空だきが起こっているということがはっきり分かるわけです。でそういう観点が彼らにはなかったので、この交渉の中でそのことを彼らに教育してしなければならないということになります。でそこでその次の話、これが本質的な話で、四角く書き込みました。第一番目の項目というのは原子力規制委員会、日本の規制委員会がデタラメな規制をしているというのが1項目ですけども、11項目はそれと負けず劣らないほど重要な問題です。それはですね、冷却水にが空だきになって水素が発生しましたということになると、水素が水の中に入りますとポンプは使えなくなるんです。それは水素を含む水をポンプアップするの、ポンプで回転すると水素と水とが分離します。そう分離するとポンプは 2層になるわけですね。気層の部分と液層の部分と2つ、それが同時に流れてくるとポンプはガタガタ振動して放置するとポンプ壊れてしまいます。でそこでこれを止めなければならないというのでポンプを止めることになります。でポンプを止めることになったら冷却できないわけです。このポンプはどういうことポンプかと言いますと、この第2図8ページです。8ページの第2図にポンプの、これはスリーマイル島原発事故の絵ですけども、この絵でそしてポンプが使い物にならなくなってポンプオフって書いてあります。でポンプがオフになった状態でもですけども、スリーマイル島原発の場合はこの縦型 の蒸気発生器だったものですから、この水素が少しぐらい入ってる段階ではたくさん水素が入ったらここの上の部分水素だらけになってしまって無理ですけども、水素が少ない段階の時にはその水素も含めて冷却水の中に溶け込ませることができて、こういう A の図のような形になります。そうすると周りの水で冷やしているわけで、その水で冷やした高さが原子炉の高さよりも高いものですから、上にあるものですから水が流れるわけですね。だから自然流で冷やすことができる、ね、これは上 の第一図、これ原子炉の空だきの状態をがあったということを発見できたのは、これ事故から5年目ぐらい経った頃 の発表されたものですけども、空だきになりますと原子炉 の部分が水がないところ、そこのところに中性子発生源が置いてあるわけです。運転するためので、中性子発生源の中性子の量を観測して、それがどういうの運転状態になってるとか運転状態になってないとかっていうのを見つけるわけですけども、この時中性子のモニターの値が事故後18分ぐらいの時のところから増え出したわけです。で運転員たちはこの図を見て、この中性子のモニターを見て、これの臨界が始まっちゃったと大騒ぎになったんだそうです。だけどもこれは応接のそういうことを大騒ぎするのではなくて、原子炉のその炉心部分に水がなくなったために中性子がそこで吸収されないものだから、その中性子の量は観測されたというわけですね。でそこでその
のそうして体気の状態が分かるわけで、その体気をがこの位置のあたりで2時間8分で原子炉の回顧着蒸気発生蒸気違う核の核の違う加圧器ですね、加圧器の逃し弁が開けっぱなしになっちゃったわけです。でということに気がついて元弁を閉じた。で元弁を閉じたのはこの1よりちょっと前のあたりのところですけども、その1のあたりで最高になってる。元弁を閉じたからといって直ちに体だけが収まるんじゃないけども、徐々にだんだん収まってきて5時間後には体だけが止まったわけです。でなぜ体だけが止まったのかというと、このポンプを動かしてもいないのに体だけが止まった理由ですね。それは水がこういう形で循環したから、自然循環です。水のできる部分が原子炉 の位置より高かった。でしたがってこういうふうに矢印で水が流れて原子炉を冷やすことができて、どんどんこの空だきの部分を少なくすることができたというわけです。でこれはだから自然循環が成立した。でその3時間から15時間にかけてこの A の状態をスリーマイル原発の場合は起こした。でそれはこの蒸気発生器が縦型だったからです。ところがですね、日本の原発はこの TM の3マイル島原発とは違う、ボーコック&ウィルコックス原発とは違って、ウェスティングハウス原発です。WH で、そのこの WH 原発の場合には蒸気発生器が逆流時間になっているわけですね。逆流時間になってたら、ここに水素が溜まってしまったらどうしようもないわけです。でどうしようもなかったら、この右の左の図のように循環ができるだろうということがありえないわけですね。じゃあこれをどうするのだと、九州電力に問いただしたわけです。一体どうするつもりか、答えがないということを承知しながら、どうするつもりかと聞いたのは、これを話題にして話を広げたかったからなんですけど、向こうは答えられないんですよ。突然そんなこと言われたってということもあるんでしょうけども、それだけじゃなくて答えられない。でそこでこの要するに自然循環で3マイル島原発の方は冷やしたけれども、炉心を冷やしたことができたんだけども、このこっちの場合はそういうことができない。で答えられない。でとんちんかんな答えをしました。でそこで鹿児島、ここに書きましたね。それは仙台原発民間規制鹿児島による第一回規制勧告に対して、九州電力は有効な水素排出策を回答できていない。同様に記者においても有効な排出策を提出できなければ WH 型原発の使用と製造販売を全面的に禁止することになる。ここまで脅されてやっと中身が理解できた九州電力はそういう状況に今あります。でこれを関西電力に対して同じことをこれから始めることになるわけです。この本質的というのはここの部分です。先ほどの規制勧告の表題ですけども、加圧水型原発の欠陥は本質的、この本質的という部分の一番大きな問題を、要するに水素が出てその量が多くなってしまったら、もはや原発を運転のにの ECCS があったとしても使い物にならない。ここでじゃあ高圧注入系はどうなってんのっていうと、高圧注入系は入れることは入れるんだけれども炉心に届かないのです。
ちゃんと回ってくれなきゃだと。炉心を冷やしているのは高圧注入系は流し込むだけなんですけど、圧力があったらもうそれ以上無理です。ですの入らないで、流している冷却しているのはこの循環ポンプだったのですけど、循環ポンプが使えないで、循環ポンプが使えなくてその自然循環もできないというのならば、これはもうこの大地図のように5時間で収束するなどということはないわけです。で、5時間で一応、炉心の冷却はできるようになって、スリーマールの布団の場合は16時間後でしたっけね、15時間後かな、16時間後、後には再度このその循環ポンプが運転できるようになって、やっと安心ということになるんですね。5時間でぐらいで炉心の空だきは終わったけれども、実際に最終的に良くなるのはその自然循環、自然循環に頼るのではなくて、このポンプを動かすことができて解決したわけです。で、このポンプを動かすのを止めることができたのは十何日後です。だからそういう意味で最終的にスリーマイル島原発の事故が収束したのは十何日後なんですけども、5時間、15時間かな、それからもう一つは十数日後と3段階でスリーマイルを止めたのですけども、美浜原の加圧水型、加圧水型原発をの日本の場合の WH ならそれは不可能だということになります。で、不可能ならやめなさいというのがこの主張ということになります。で、そこであと12、13、14ずっと17まで規制勧告続きますけれども、これについては、読んでいただいて解決して話をします、はい、簡単に済ませます。格納容器機能を拡充する。で、格納容器の水性のは蒸気が出て、で蒸気の圧力で弁としなきゃならなくなったわけです。したがってこれは格納容器冷却すれば済むんです。で、冷却する、水冷を徹底する、弁当してはならない。で、これは弁当をなぜ禁止するかといえばトリチウムだ。で、トリチウムが遺伝子に入りますとトリチウムが改変して生命が維持できなくなるわけです。で、ヘリウムに変わるというのは分子が変わっちゃうわけですね、遺伝子。それから13番っていうのはこれは格納容器の中で3回水素爆発があったわけですけれども、福島 の2号機でも水素爆発があったとみられる。で、その理由は何かというと冷却水の中に空気が溶け込んでいるわけです。で、その溶け込んだ核の沸騰水型の場合は格納容器の中は窒素です。で、空気じゃありません。ですから格納容器が爆発するなんていうことはありえないわけですけども、それはだから斑目委員長が菅首相に対して説明失敗した話ですね。爆発なんかしないと言ってくれたわけですが、実はだけども高圧注入系だとか隔離時冷却系だとか使いますと外部の水を放り込む、入れることになります。で、外部の水の中に空気が溶け込んでいるということを忘れちゃいかんのだ。で、その空気によって破断するということがあるわけです。それでそれらのものがあった時にどうするかといえば第二格納容器を作りなさい。で、第二格納容器にで作って、それを事故が終わったらもっぺん格納容器の中に戻しなさい。で、これが14番。それから15番は福島の事故でチャイナシンドロームあったわけですね。
あの2号機ですけども、2号機は炉心が下へ落ちたわけです。原子炉の下にで、そこで原子格納容器の底を溶かして上へ漏れ出した。でこれは地中どこまで漏れたかっていうことがまだよく分かってない。向こうは途中で止まったんだって言ってますけど、止まってないのかもしれない。でそれを解決するのにどうするのかっていえば、金銀銅を使えばいいんだと。そうすると金を下に置いて銀を上に置き、銅をその上に置くと。そうすると落下した燃料は銅の下に沈んで銀と混ざって金の上に乗る。でそれで熱は銅の対流で冷やされて、それから水から遮断されて臨界も防げる。でこれは金銀銅を使いなさいよという言いわけですね。他の方法でシャイナシンドロームを防ぐ方法はない。それから H 免震重要棟の設計変更、免震重要棟、仙台原発の場合は山の上に設置する。山の上っていうのはちょっと大げさでしたけども、丘にね、ちょっと斜めの丘に設置すると言ってるわけです。でそんなんじゃなくて地下に作りなさい。地下に作って作業者の安全を図り、地下道で結びなさいっていうのが16で、17番っていうのが美浜原発で蒸気が噴出して失敗した。でその場合に二次系の減圧ができなかったわけですが、それは複水器にたまる空気などの排水能力が少ないからである。だからもっと 上等 の、 ポンプで排出しなさいというのが17番というようなことを勧告しました。でそれの説明が第2第3ということになるわけです。第2というのは先ほどのとんでもない規制基準に対する説明です。ですから1項目に関する説明は第2を読んでいただければ、あ、そういうことかということになると思います。それから11項目、もう一つの重要項目、11項目についての勧告が第3ということになる。で第3というのはこうすれば解決できるよ、でそれをする気あるのないのという問いかけにしました。そしてそれをしないのであれば、加圧水型原発の欠陥は本質的、欠陥原発を使用してはならない、生産販売してはならないというのを出そうということになります。で、そういうことを本格的に原子力規制委員会東京でやりたいということです。でこれができたら今度は方針のこの東京でしかできないこと、それは沸騰水型の原発に関する規制勧告をする必要があるわけですね。でそこでその次は沸騰水型、先ほど言い方のこの1枚のこの紙に書きましたけども、第2弾として福島事故の再発防止を目的にして沸騰水型原発に対する規制勧告をいたしますというのがここの本来の目的になるということになります。関西の加圧水型の原発に関してはやはり関西にしてほしかったんですけれども、先ほども申しましたけど、私が4ヶ月ほど離脱しておりましたので、それがこれからではそういうふうにはいかないので、我々がすることにして一緒にしませんかと関西に呼びかけることにしたわけです。でそれでこういうスローガンを作りました。でこれを持って行こうと思います。僕は腰痛ですので、どっかにこうしゃがみ込みながらこう思って、これこういうことをこうする人いないから目立つと思いますけどね、こういうやり方をします。加圧水原発の欠陥は本質的、欠陥原発を使用してはならない、原子力民間規制委員会東京、こういうスローガンを
持っていくつもりでいます。11月の1日に松山で四国電力関係の皆さんがお集まりになる。そこでこの話をしてきます。そして11月の10日から20日にかけて リレーのデモが行われます。まあ僕は駅伝デモと言ってるんですけども、高浜を出発しまして、熊川宿を通って大見へ出て鯖街道ですね。でそれで大見から今度はずっと大見の西海岸、西岸をずっと歩いて、または車で駅伝をしながら吹田から最後の20日は関西電力の本社へデモをかける。で本だからそれのうちの全部どっかに参加して歩くなんてことまでは私にできないので、現地へ交流して関西電力とのデモをしてこようと、デモというか抗議集会に参加してこようと思っています。その時これを持って行って関西の人たちとも一緒にやりませんかと訴えたつもりです。はい、ありがとうございました。では引き続きまして質問のお時間とさせていただきたいと思います。これから30分くらい、質問を受け付けたいと思いますが、質問のある方挙手でお願いします。すみません、ちょっと詳しくは分からないんですけど、ちょっとお二人に関連するか分からないんですが、ニュースか何かでフランスか何かの原発でコアキャッチャーっていうのをつけるっていうふうになったとか、あるいはもうすでに設置してるのか、そういうニュースを聞いたことがあるんですけども、その辺のコアキャッチャー、その向こうでやってるようなコアキャッチャーというのは、ここで言われているようなその金銀銅の受け止め方と関係があるんでしょうか。コアキャッチャーというのは僕よく知らないんですけど、なんだか。あ、そうですね。耐火性レンガを原子炉の下に敷いて、ずっとそれで流れ出るようにして、上には冷却性のタンクが置いてあるそうです。絵でしか見たことありません。あ、それをコアキャッチャー、キャッチャーって言うんですか。はい。はいはい、耐火性レンガでメルトダウンしても下に受けるところがあって、しかもそれを外へ出すんですよ。それは広げて核燃料をぶち破るんですか。扇状に。え、核燃料をぶち破るわけではない、広げるというだけです。格納要求破れた、破れてもいいように、その下に耐火レンガを。格納要求の下にだと思います。あ、外に。そう、下に。あ、だから今さら追加工事はできないんです。あ、だと思います。あ、なるほどね。核燃料金を底抜けするのは認めようと、はいはい、でそしてそれを散らそうと、散らそうと、外へ引っ張り出して扇状に広げて、うん、その上にでっかいタンクを置いてやるなるほど。で水で冷やすとでしょうね、うん、そうです。コアキャッチャー、アレバ社かなんか特許取って、東芝も特許取ったっていう、種類違うかもしれませんけど聞きました。の私の場合は格納容器の中でやる、はい、全然違いますね、はい、外へ抜けることは認めようというのと、はい、外へ出ることを認めたら放射能を丸出しですもんね。そうですね、はい、広げようだからなおのこと、はい、ここです。賛成じゃないですね。そのはい、よろしいですか。はい、次の方。アレバ社がコアキャッチャーっていうのを作ると、原子炉の下に作るの、これと全く同じ様式で作るみたいなんです。だって今の説明だと格納容器の外だそうです、ね、いや、私の読んだ新聞に書いてありました。そういうふうに確か金銀銅で、あ、金と白金と銅ですね。格納器
の中身なんか着ていないビメージ効果が出るんですか。これ中です。建屋の中建屋の中だけど2は繋がってるんですが、この意味で実質はこんだけですか。あ、こんだけです、うん、これはですね、ここがどこまで行ってるのか、この図面だけでは分かりにくいですね。実際にはこういうのがあります。これが建屋の中です。じゃあ見えてます。外ですね。どう見てもね、外です、ね、外ですよね。外です。全然大きさが全然違うんです、はい、あの格納容器にずっと大きいんです。はい、格納容器に収まらないです。それがあまりにも高いので、その工事が中止したっていうような話を聞きました、うん、当然でしょう。あの結局 そんなことをする余裕が原子力にはないです。彼のそのそこでの提案を実行するお金を彼らが持っているわけがない。そんなふうにお金出するわけがない。だから不可能だということに結論としてなります。はい。だけどこれはやはり大きさから言って外であるのは今の図というから見ればそうですね。はい。よろしいですか。しかも放射能は外に、格納容器の外ですから、建屋の中では中かもしれないけれども、はい、多分下に敷いて敷くようになんか形でこう受けるらしいですね。そういう形になってましたね、今のこの図面では。はい、では次の方どうぞ。海水の使用を禁止するってあるんですけど、はい、福島原発では最終的に海水を冷却性がないというので海水を入れたと聞いてるんですけど、はい、これは失敗だったんですけど、もうやむを得なかった。そもそも水はあった。どこにあったのかといいますと、4号機の前に廃棄物処理棟っていうのがあります。この廃棄物処理棟に大量の福水が複数機で作った水、だから二次冷却水ですね、二次冷却水の水が貯められていた。だから二次冷却水とはいえ放射能はないわけではない。しかし放射能濃度が非常に低い淡水が大量に存在していた。でそれを実はちょっと使ったらしいですけども、大量に残っていて、で海へ捨てました。なぜかといえば排水貯蔵棟のそのタンクは汚染水を入れるのに使ったからです。その時に大量に存在するってことを本当にばらしちゃった。だから日本には水がないっつってアメリカの友達作戦で水を持ってきましたけども、その水も使ったかどうかよくわからないんですよね。それよりも廃棄物貯蔵棟の貯蔵棟のタンクがこそポイントですよ。なかったわけじゃないのに、ないないと宣伝して騙した。でまあないと思ってたのかもしれません。その時あまりにもいろんなことが重なって、吉田所長の頭の中にはそんなものなかったのかもしれないけれども、しかしそれじゃあまりにもあれですね、現場監督としては失格ですね。つまり平常運転は吉田さんはできる、吉田所長だけど、事故になった時に対策する器ではなかった。だからそれはそれで別にしっかりと作っておかなければならなかったということに結論としてなるんじゃないでしょうか。そんな事故の時にはここに水があるぞぐらいの、例えばいろんなことありますよね。IC 非常用複水機ですけど、あれば運転をしたら、成功してたら蒸気をすごく吹き出す。でしかしそういうことになるということもよく知らなかった。それからどうやってつないだらいいかもよく知らないで、マニュアルを見て一生懸命やったということが書いてありますが、そういうようなことが事故が起こってから
の何かしなければならないのではなくて準備ができてない、つまり結局東京電力の場合は事故が起こるかもしれないなどということについては、全くあの吉田っていう人は事故が起こらないものと決め込んで運転をしてた。平常運転はそれでいいのかもしれない、しかし事故になった時は違うんだということが抜けてたということが今回の反省点ですね。だから各 電力会社と交渉するときに、お宅は今どういうことにしてますかということを聞くことになる話題の一つです。はい、どうぞ。田中委員長は、はい、今回こう先生がご指摘になったこのようなことは理解されてるんですか、それとも知らないふりしてるんですか。知らないふりじゃないでしょう。本当にこう思ってるからこんなもん通したんです。この16ページを通した。原子力のこの構造とかそういうのに詳しい方なんでしょう。さあ、それはよく知りません。こうだから詳しくてもですね、事故が起こらないという前提での頭でやっていて、事故になったらどうなるっていうふうに考えてやってるとはとても見えない。業者というか電力会社との圧力で妥協策を探ってここへ落ち着けたのかなと思ってたんです。妥協策で探ってというよりも知らないんじゃないでしょうか。でこのところでですね、この話は実際は実際の審査からこれ消してるんです。新規制基準で原子炉の審査をするって言ってますよね。ところが実際は違う、そんなことその審査書には書いてない。この話は つまりこれ抜きなんですよ、16ページは。でところが一般にはこれだって言ってるし、電力会社にもこれだって言ってるわけです。だから間違いを訂正していない。この間違いは後で気がついてます、はい、ですから実際の規制書はこの話が出てこないんです。そのくらいデタラメな規制です。ですけどこれを押し付けられた電力会社はこの方法もやります。やらないと通らないからと思ってたから。はい、よろしいですか。はい、どうぞ。田中純一さんの経歴っていうのはもともと東海研究所にいた人で、東海研究所原研の、で原研中央執行委員をやっています。で遮蔽工学の専門家で、原子力学会副会長を2005年からやっているという経歴からして、動力炉は専門家なんですね。専門ね、専門です。遮蔽の専門家、はい、そうです。ああ、なるほど。でも5人かなんかの中にはどういう詳しい方は1人ぐらいいらっしゃるんでしょう。田中悟が動力炉だと思いました。他はいないです。ケッタさんが動力炉、ケッタ、動力炉が専門でも正常運転の専門家じゃダメだ、はい、事故炉の専門家でなければならない。だから頭取り替えなきゃいけないんですよ。平常運転の人が事故管理すれば何していいかわからないもんだからむちゃくちゃしてくれると。そうじゃなくて事故炉というものに対してる専門家をが必要になってきてるわけですね。この規制委員会もそうですね。事故炉の専門家でなければいけないんです。遮蔽なんかじゃ事故炉じゃ関係ないんですからね。フケタさんは燃料の専門家。フケタ委員は燃料ね、はい。燃料の専門家でも事故になった時の燃料の専門家でなければ。プルサーバル。研究力。やっぱプルサーバルの研究は平常運転の研究です。はい、よろしいですか。他には、はい、どうぞ。すみません、先生、お聞きしたいんですけど、お聞きしたいというか、今ですけど、各電力会社がの所長この原発、まあ、再稼働してほしくないんですけど、その各原発の、その各所長なんですけど、この
福島原発事故があった上で、こういう事故再発防止ということに対しての教育、電力会社がちゃんと出るかどうかというのは確認できない。ちょっと今聞き足りなかった。まあ、ですから、福島、まあ、先生がおっしゃった通り、吉田所長さんが、まあ、あの動作、あの事故、福島の地震 の時に、まあ、初期動作で、まあ、ある意味では原発事故の拡大してしまっている部分があるとおっしゃっていただいたと思うんですけど、はい、そういった事故ということがもう、その人災ですよね。まあ、人災になっている状態になると思われるので、はいはい、そういうことであれば、まあ、仙台原発今再稼働しましたけどにしても、まあ、味方の原発にそういう運営その稼働する所長ですよね。まあ、こういう教育ちゃんと教育というかこういう事故に対しての認識というかいうのがちゃんと電力会社またその規制委員の方でちゃんと取られてるのかというのがちょっと心配なんですね。それは先ほど九州電力の担当者の発言ではっきりしているわけですね。ECCS では対応できない場合があると。したがってその時に消防の消防車を使うんだちんです。だからそういうふうな認識、そういうふうな認識で事故を考えているわけですね。だから全然違うんです。消防車なんかでダメだなって発想も最初からない。だけども規制のその書面ですね、設計変更の書面にはこの話は出てこない。だからその点は規制委員会の下部の人たち、要するに規制書を書いた人たちですね。その人たちには理解できているということ。で、しかももう一つはその規制の書面ですけども、それはこの3つの原発、ほとんど同じ文章なんですよ。ですから、同じ文章を押し付けたということになりますね。で、ただ押し付けたけども、ちゃんと理解しなかったとか言って、もっぺんの詳しく書き直すっていうところがところどころあったりする程度です。仙台原発の場合は2度規制が行われている。で、1度目ではうまく通じなかったから2度目の規制になるわけですけども、でその2度目の規制というのは高浜でも使われるし、それから伊方でも使っている。もうまるでそれぞれ別々のあれじゃないんです。同じ文章だから押し付けですね、規制委員会から対して。だからもうアップアップしてますよ。先ほどの頭で考えるわけですから、何をしなきゃいけないのかよく理解していない。だから事実上この話は規制審査中にはありません。それなのに新規制基準であると出しちまったもんだから、これを維持するほかないんですよね。そうすると中途半端に維持することになるから、これは困ったことになります。職員が誤解することになっちゃう。はい、よろしいですか。はい、他にいらっしゃいますか。紹介ですか。そうです、先生の見方からされて新基準というのはどう変わって何を規制したんですか。それはですね、もっぺん原子炉の事故がなかった状態を想像する。で、事故の話が一切抜けるわけです。そこでそうしておいて、事故がなかった状態を想定して、そしてどういう状態が確率が高いかということを考える。で、そういう事故系列は確率が低いと外しちゃうわけです。だから事故がなかったかのような
規制の書です、あの審査書です。だから唯一の事故を反映するのはここの場所だけです。つまり規制 のともかく500ページもあるようなとんでもない文章ですけども、その中の過酷事故の話を扱うのは100ページちょっとあるんですが、そこに書いてある文章を何書いてあるのか読みこなすの大変です。つまり確率があると思ったものだけが並べられているわけです。もうで福島の事故はこれだけが事実なんですよ。でこれは福島の事故であったわけですから、で福島の事故であったものをだから対策するとして捉えているのはこの新規制基準の16ページだけ、ここに書いてある炉心損傷防止対策ですよね。ここで言うのは福島の事故なんです。でそれを全ての原発に適用するのが新規制基準だ。だからそこでこの我々 の介入する窓があるわけですね。我々は全て再発防止に絞って議論しているわけですから、最後こういうことがならないようにするにはどうするのかということで議論していくわけですね。例えば先ほど の重要免震重要棟の作る場所を地下にしなさいというのは、免震重要棟と現場との間を防護服着て走り回ったんですよね、作業者が。でだから外から放射能を持ち込む、なんとかする大変なことをやってるわけです。あれもし地下道でつながっていればね、その必要ないんですよ。地下道のしっかりと放射能管理をして地下道はスースー行けるようになっていれば済むわけですから、だからそういう種類のことに対して実際の事故が起こったらどうするのかという観点、それを持ち込むというわけです。先ほど のあれですね、散らすのはコアキャッチャー、コアキャッチャーじゃなくて原子の格納容器の原子炉の下に金銀銅を置きなさいと。これはもう格納器の下でですからね、格納容器の中ですからね。コアキャッチャーなんか外へ放射能を出してしまうなんてバカげたことをよくまあ考えるな、はい、底抜けを止めることだけが目的だという、それじゃあおかしいじゃん。はい、どうぞ。はい、これ例えばさっき冷却水の話出ましたけど、確かやっこさんがね、全然言ってますけど、まあ日本の世界最高の規制基準なんていうのはそんなこと言えませんとか言ってますよね。で、ちょっとダイブキャニオンですかね、カリフォルニアの原発今2基残ってますけど、あそこだけ、あそこだけ2基ですよね。あれなんか確か100メートルの山の上に巨大な冷却用プールを作ってますよね、はい。だから例えばそういうのを作らせるっていうことなんかしてる重要だと思うんですよね。はい、作れって言ってるわけですよ。そうですね、この8番の、ね、はい、はい、だから向こうやな、それをやらして初めて、あれでも僕は反対ですけども、でも向こうは地震帯だからそれが必要だっていう、そういう認識ですよね、はい。仙台の場合、高浜でもそうでしょうと。で、伊方はまだ見てませんから知りませんが、貯水仙台の付近っていうのは池だらけです。それも100メートル程度のところにいっぱいある。それつなぐだけでいいんです。そうですね、はい、仙台の場合はお金かからず淡水を確保できるんです。でそれをしようとしないのはどういうことかという問題になる。淡水で解決できるのは仙台は確実に海水など使う必要は全くない。いっぱい水の池だらけですから。で高浜だって同じ、そういう意味では日本の原発は全て山地に作られてますから、まあ、そういうとこいくらでもあるわけですね。山の上に作らなきゃならんことはない。谷間に作ればいい、日本の場合は、はい、はい。では最後の方にしたいと思います。
はい、どうぞ。すみません、すごい素朴な質問なんですけど、はい、あの歯の浮いたようなあの世界一厳しい基準っていう盛んに言われてますけども、内容がよく分かんない我々からすると、言ってる人はどこを指して世界一厳しいって言ってるんですか。どこでしょうね。ここ例えばこれでしょうか。これしか書いてないんだ、新規制基準には。あ、私も知りたい。どこが厳しいんでしょうかねって。あれは実態があって話してるんですか、それともなんかキャッチコピーっていうか。まあ、そうです。あの誰か頭のいい人もそう言おうって決めたんですよ、きっと。あえて言えばここって何かあるんですか。誰が最初に言ったのっていうからことから始めなきゃいけないかもしれない。前の安倍首相じゃないですか。安倍かな。安倍首相が言ったのが最初ですか。アンダーコントロールだってそうですか。あの人がいるんだ。で、先生から見て世界一、他の国の規制基準は日本の今回出されているよりももっと厳しいとかっていうのは実態としてあるんですか。いや、せいぜい先ほどのコアキャッチャーでしょう。というのはですね、やっぱりお金がかかるっていうのが一番大きな問題。今原子力発電というのは安くないんだということをどんどんはっきりしてきて、の原子力発電にお金をかけることは努めてダメだと。先ほども言いましたけど、第二原発と第一原発を電源結ぶということだけでさえの東京電力の役員会を通らない。それが原因ですからね。だって10キロしか離れてないんですよ。それをつなぐだけでしょ。それどころか6号機と使いつながらないんですよ。ああ、そうそうそう。5号機とね、5号機、6号機は生きてるわけだから、うん、それとつなぐことすらできてない。もうどうしようもないあのお金がかかることをやダメだという。で、あの ここにはまだ出しませんでしたけど、あの沸騰水型を議論するときにはもう一つしなきゃならんことがあるんですよね。それは途中まで出てきてます。アンジェリーマッのちょっと思い出すのを忘れました。はい、はい、ありがとうございます。では、以上とさせていただきたいと思います。民間規制委東京の事務局から連絡がございます。私中村と申します。冒頭あの土田先生が民間規制東京を今日発足すると話がありました。組織案についてあの先生のお入り目の6ページに書いてあるんですけれども、あの今日からあの私たち皆さんにあの呼びかけをあの始めるということになります。そこであの皆さんにお願いなんですけれども、あの民間規制委東京をあのやっていくにはあの皆さんのお知恵とそれからあの支援で金銭的なサポートというのが運営のために必要になります。あのぜひあの、会員は、年金額10,000円、支援会員は半分の5,000円ということでとりあえずスタートしますが、あのもしよろしければ、あの今日あの会員になってもいいよっておっしゃる方がいらっしゃいましたら、あのここにあの、あそこの受付のところにこの用紙用意してありますので、お名前とかお聞かせいただければと思います。それから会員支援会員の、別もあの、ご記入ください。で今日はあの呼びかけ人になっていただいております担保者アドバイザーの菅井先生も来ていただいておりますし、それから担保者あの副代表の山崎久隆さんも民間規制委東京の重要なメンバーとして一緒にあのやっていく
ということで、体制を今後重ねていきたいと思っております。会員になられた方は、あそこに書いてある土田先生の学習会以外に、基本的にあの会プラス、毎月、1回定例会をやるということになってまして、書いてない月、あそこに書いてない月は12月26日。あ、そうか、第4、そうそう、そうですね。ここに組織案のところの下の方に、例会は毎月第4、土曜日午後とするということで、その午後っていうのが一応14時から。ですから、あそこに書いていない12月26日14時。それから2月27日土曜日14時からという定例会が設定されていて、それからその土田講座の1時間前に基本的に14時から定例会をやるということにしております。原則としてですね、まあ、そういった形で徐々に進めていき、まずは活水型の電力会社、それから今後は沸騰水型の電力会社に対して申し入れを行い、勧告を行い、この運動を進めていく。で、将来的にはメーカーですね、製造の関連のメーカーに対しても勧告を行っていくという運動をぜひ盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さん様のご協力をお願いいたします。そうです。会員と支援会員って何が違うんですか？会員と支援会員って何が違うんですか？名前だけ。なんとなく気持ちの問題も、それからもう一つはあんまり会合には出ることはないなという気持ちの問題もある。なぜこんなことになったか、こういうことに提案をするしたかといいますと、鹿児島でこの規制委員会をこしらえる、民間規制委員会をこしらえる時の話で、私はそんなに参加するということはできないけれども、しかし援助はしたいという意見がありまして、アジアの参助会員にお願いしましょうということになったと。そういう経緯もあって、ここもまあ感覚的にはそういう感じですね。全力を挙げて参加するなって気持ちはことはとってもできないけれども、しかし何とか寄与したいという方は参助会でお願いしたい。で、それじゃなくて少しは一生懸命やりたいという方は会員になっていただいて、でその会員の中で事務だとかその他いろんな作業がありますけれども、そういう人は担当委員としてそれぞれ部署、会計担当の委員ということで担当委員という形で作る。で、担当委員の方はできるだけ会合には出てきていただきたい。で、そして参助会員までの皆も含めて お知らせという情報は皆さんに配りたいということですね。それはだから情報担当の方がそれをすることになるわけだから、それで担当のになくてもまあ積極的に参加していただける方はぜひ会員になっていただきたいということがお願いということなんです。で、ここにも書きましたけど、物理学会の皆さんもやっと土田のやろうとしていることは分かったから参加するよという人たちが出てくる段階に入りました。最初の頃は何やるのか分からないからということだったんですけど、そのうちに
この見えてきて、あの全体の話をしてくれてよかった。あの今の話ここでは1時間でしたけども、2時間かけてあの話をしました。あの中身はあよく分かった、で参加するからという人も出てきてるので、その人たちも名前入っていただきます。それから あちこちの関西でもいろんな人たちがそういう形で参加してくれることになると思います。関西にもいらっしゃいますよね、反原発の学者さんの方々、だからそうした人たちにも参加していただきます。よろしいですか。よろしいですか。この、はい、一口千円とまたはね、一口千円はないです。そこで国民の先にしてください。その一口千円が分かりにくいのでやめにしました。削除お願いいたします。またはまでね、一口千円または一口千円またはまで消してもらって、はい、じゃあそれは一口とじゃなくてカンパという形で任意カンパにお願いするという形です。だから同じ1万円払うのも5000円の参助会員だけど、もう少しお金負担してもいいよというか、さらに5000円カンパしていただければありがたいということですね。はい、今回はやはり遠くへ出かけることが多いことになります。向こう現地へ交渉、現地の交渉が始まるとすると、ここから何人か行くことになる。でそしてそうすると費用がかかります。仙台だったら松山へ行くにしても、それから鹿児島へ行くにしても、飛行機の方が安いと仮にしても、やっぱりその何万円といるわけですよね。だからそういう費用というのは馬鹿にならないので、ぜひ資金的に援助をお願いしたいということです。だから参助会員の方々には特にそういう意味があるのだということを理解していただければと思います。はい、ありがとうございます。では本日の講座はここまでとさせていただきたいと思います。皆様ご多忙のところありがとうございました。